明日からスタートする予定だった聖火リレーがオリンピックの延期で直前の中止にこの日を待ち望んでいたリレー奏者はどんな思いでこの決定を受け止めたのでしょうか明日スタートするはずだった聖火リレーその出発地点では出発式の会場、J ビレッジです。すすでに設営は終わっってていいまままが中止となってしまいました ギリギリまで続けられていた式典会場の設営しかし、大会の延期が決まり今後、解体されることに。栃木県内で聖火リレーに参加する予定だったランナーの一人箱石しついさん。 1916年、大正生まれの103歳です。200メートルののの区間ををその足でで歩いててつなぐ予定しした中止の連絡にに箱石さんはとました歳 今なお店に立ち続ける現役の利用者。今月二十九日の本番に向け、毎日足首に重りをつけての筋トレや、土塁に見立てた棒を手に坂道を歩くなどのトレーニングを続けてきたといいます。その努力を見守ってきた八十代の長男は、目標ができれば。 また1年長いしてくれると思って <laughs> <laughs> いい方に考えようと言わせています本番用にと用意した真っ白なスニーカー改めて行われる聖火リレーに優先的に参加できるのならもう年ですからいつどうなるものかわからないですから もし健康であれば、ああやっぱりね、走らせていただいて。復興五輪を掲げる東京オリンピック。来年二千二十一年は東日本大震災から丸十年の節目の年となります。来年ちょうど十年目ですから、それに向けて復興がちゃんと終わるようにやって、それで本当のお祝いをすると。 来月20日に宮城県石巻市を走る予定だった。黒沢健一さん。黒沢さんは震災からわずか1ヶ月後、頑張ろう。石巻の看板を自宅の跡地に設置しました。その大きな看板はやがて鎮魂と復興の一つの拠点となりました。 先日、南浜復興記念公園に聖火が来たときに来た子供たちが本当に目をキラキラ輝かせて聖火を見ていたんですね、その姿を見たときにやっぱりあのオリンピックを純粋にあの本当に心から楽しめる環境というのが必要だと思ったので1年延長というのは良かったんじゃないかなと思ってます黒沢さんが立てた頑張ろう石巻の看板は 時とともに痛みが激しくなったため、2016年地元中学校の美術部員の手によって生まれ変わりました。看板に込めた思いは来年の聖火リレーにも向けられています。震災10年、えー、本当にまあ心の復興だったり、えっ、ー、とまだまだあの。 前に住めない方もいらっしゃいますけど、本当に全力での前に住んでいる方もたくさんいらっしゃいます。被災地は頑張ってるんだよっていうのを示せるように走っていきたいなと思ってます。一方で延期の決定に複雑な思いを抱える人もいます。静岡県内で6月26日に成果をつなぐ予定だった中山貞夫さんです。6月末にこれを走ることが 大丈夫かって心配になってきているちょうどその時期で,でそれがまた1年間伸びるということでちょっと、ね、だんだん実は自信がなくなってきているなっていうのが本音です中山さんが聖火ランナーに申し込んだ際の自己 PR にはこう記されていました。私は 末期がん患者です今年春までの命の宣告を受けていましたがそれを過ぎ人生のロスタイム中です聖火に魂を込めますので国立競技場まで私の生きている証を届けてほしいのですポジティブに考えれば1年かけて頑張って病気治してがん患者の人に希望を持ってもらえるような 明るい走りを見せたりとか今は思ってます被災地に灯る復興の日として今日福島県いわき市にあった聖火感染防止対策として新たなルールが設けられました本日たくさんの皆様にお並びをいただいております お一組15秒の時間を制限させていただいております間隔をあけて並び成果を目にできるのは15秒それでも人々はオレンジ色の炎にさらなる復興への希望を見出していました